L 型は、無意気式回製造工場が製造した、蓄電池電気機,機関車。モスクワの地下に存在する、メトロマイナス -2 と呼ばれる、地下鉄での使用を想定した車両で、製造企業側からは81から711型という形式名も与えられていた。モスクワの地下には、モスクワ地下鉄に加え、核兵器をはじめとする攻撃にさらされる事態に備え、政府要人が避難する。 地下シェルターと臨時拠点、郊外のシェルターをつなぐメトロ -2 と呼ばれる地下鉄網が広がっている。だがこれらの路線は第三機上方式で電化されているモスクワ地下鉄とは異なる非電化路線であることから蓄電池に蓄えられた電力で動く大型の動力車が必要となった。それに基づき無意気式機械製造工場で開発が行われたのが L 型電気機関車である。 当時製造が続いていたエジュ3型を元に設計が行われ、車体両端に同型の先頭部が設置された一方、側面は運転室を除いて、乗降扉や窓が設置されておらず、屋根も運転室や車体中央部以外には存在しなかった。車内には蓄電池が左右に搭載され、最高速度は時速 15km であった。1974年に3両が製造され、 1986年にも、メトロマイナス -2 の路線延長に伴い3両の増備が実施された。これらの車両は、車体のビード加工の形状などの際が存在した。L 型と同様に蓄電池を備えたメトロマイナス -2、用の旅客車両であるエジュ6型と3両もしくは4両編成を組むことが想定され、第三機乗方式による電化区間では、L 型は動力を使用しない、 付随車両として使用されることとなっていた。ソビエト連邦の崩壊後もモスクワ地下鉄の事業用車として一部車両が在籍したが、後継車となる730.15系機動車の導入により、廃車が進行し、0088を除いた車両は2009年までに解体されている。ありがとうございます。